皆さんこんにちは、武田実況部長の中森です。本日は東京都の中央区にある日本橋人形町校にやってきました。こちらはですね、最寄り駅の人形町になります。一体どんな校舎なんでしょうか。早速見ていきたいと思います。はい、日本橋人形町校の前に着きました。それでは早速入っていきましょう。こんにちは、こんにちは。日本橋人形校校舎長の長野校舎長、本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速ですね、日本橋人形町校の長野校舎長にお話伺っていきたいと思います。いろいろ教えてください。よろしくお願いします。お願いします。早速なんですが、日本橋人形町の魅力、はい、こちら教えてもらいます。はい、日本橋人形町、なかなか情緒あふれる美味しい食べ物がたくさん売ってる町ではあるんですけれども、はい、受験生にとっては、都心にありながらもかなり落ち着いた環境で、ちょっと誘惑の少ない中で、じっくり勉強に取り組める場所に、教室を置かせていただいているので、受験生にとっては非常にいい環境なのかなと思います。この校舎、開校自体はいつなんですか。開校自体はですね、2019年の11月になります。なるほど。じゃあ本格的に受験生とかが受験をするのも今年が初みたいな。そうですね、実質一期生みたいな形で、指導させていただいております。なるほど。結構その机とかも新しいな感じ、そうですね、はい。日本橋人形町校の強み、こちらについて教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。そうですね、日本橋人形町校で働いていただいている講師ですね、に関しては東京という地域の特殊性上もあるかもしれないんですけれども、いろんな地域の武田塾出身の先生なんかもいたりして、校舎自体は新しい校舎ではあるんですけど、もう武田塾のやり方を熟知している先生っていうものを揃えた状態で指導が行われているっていうのはかなり強みなんじゃないかなと思います。この辺り駅が2つ、そうですね、あって交通の便も路線もいくつかありますもんね。なのでいろんな先生が集まっていらっしゃるということですね。ちなみにでも長野先生自身も、結構その独学で、やらざるを得なかったという話をちょっと聞いたんですけど、僕自身現役の時にですね、ちょっと体調崩してしまっていて、体の問題でもほとんど高校通っていなくてですね、なるほど、もう首席ギリギリ保健室登校みたいな形で、ちょっとセンター試験と国立大学だけ記念受験しましたっていう形でちょっと浪人に突入したんですけど、群馬県の出身なんですけれども、親にちょっと無理やり頼んで、なんとか一人暮らしさせてくれと。なるほど。体調不良の状態で一人暮らしをさせてもらうって結構無茶な相談。だいぶ思い切りましたね。だいぶ思い切ったんですけど、それぐらいちょっと逃げられない環境にしないとやらないのかなという形で、僕自身一人暮らしをしながら完全に独学で勉強して、大学合格までなんとか頑張ってきたという形になります。なるほど。そうするとやはりその武田塾の生徒たちにも、独学のやり方とか、そういう部分を向上させることにはかなり力を入れている感じですかね。そうですね、僕自身国立大学を目指していて、ただそこにはちょっと届かず、私立大学、東京理科大学と早稲田大学の合格っていうところではあったので、ここを頑張れれば、もしくはこれをやらないことでもうちょっと上がったんじゃないかなっていうところを、細かく生徒たちには伝えていければなと思ってます。わかりました。それでは続いてですね、合格実績はちょっと受験生がまだそうですね、なんですけど、その例えばこんなぐらい成績上がったよとか、その成績向上の実績みたいなものってありますか。武田塾模試ですかね、今年度からスタートしたものだと思います。共通テストに2回行ったというものですね。共通テストの形式に慣れていないということもあったんですけれども、第1回武田塾模試の英語リーディングで、それこそ30点台だった生徒がいたんですけれども、第3回の頃にはもう 75% を超えるところまで、伸ばすことができて、本人としてもすごく手応えを感じていましたし、最近行われた共通テストですね、日本橋人形町校の校舎では結構現代文の読解力であったりとか、
重視していたところもあったんですけど、校舎全体の平均としてもう70点を超える、県内分の中でですね、はい、70点を超える得点率を叩き出しているので、はい、まあ、その国語だったり英語であったり、はい、まあ、そのあたりの科目特に強く押していけるんじゃないかなと思います。わかりました。まあ、都心にありながら閑静な、そうですね、立ち位置ある日本橋人形町、はい、そして長良さん自身の経験も踏まえて、はい、すごくその独学の質向上という部分に力を入れているということですね。わかりました。ぜひですね、この後校舎の中身も見た目も見せていきますので、ぜひそちらもご覧になっていただければと思います。長良先生ありがとうございました。はい、ありがとうございます。長良先生、ここ受付ですけれども、受付では普段どんな業務をされていらっしゃるんですか？こちらではまず私が座っていてですね、はい、挨拶をさせていただいたり問い合わせの対応であったりというような作業をさせていただいております。はい、ちなみにその、まあ、ここで例えば指導の後のチェックなんかも行っているんですか？はい、そうです。こちらの方で教務チェックという形で行わさせていただいております。はい、ました。あとはここにタイムカードもありますけど、これは生徒も押してるんですか？そうです。毎日自習に来ている時間を管理させていただいてます。まあ、多い生徒だと月250時間自習に来ている形になります。なるほど、素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。長野先生、はい、こちらは何のスペースでしょうか？こちらは特訓を行うスペースになっております。パーテーションとかもついて、そうですね、ちょっと昨今の、はい、状況に合わせた対策をしておりますね。はい、そして壁には綺麗に貼られた武田塾のルートが、ね、はい、そうなんです、ありますね。はい、もうこれをもとに生徒には指導している形ですね。そうですね、まあ、常に目に入るようにして、はい、次は何をやるのかなっていうのを意識してもらいながら、はい、勉強してもらってます。なるほど、わかりました。長野先生、はい、こちらは何のスペースですか？こちらは自習室となっております。なるほど、机が一個一個独立してちゃんと左右も塞がってて、そうですね、間隔を空けて快適に勉強していただけるように配置しております。こんな自習室なんですが、毎週空いてる時間はどんな感じになってますか？はい、毎週日曜日と祝日のみ10時から18時なんですけれども、それ以外はもう毎日、午前10時から夜の10時まで空けさせていただいてます。はい、なるほど。じゃあもう本当に長い時間結構空けてますね。そうですね、なるべく自学自習に時間を使っていただきたいので、はい、長めに開けさせていただいてます。はい、なるほど。結構自習来る生徒は長くいる子が多いんですか？そうですね、もう早い子はもう朝一で来て、はい、終わりまでいてっていう形になります。なるほど、素晴らしいですね。ありがとうございます。長野先生、はい、こちらは何のスペースですか？こちらはですね、受験相談や面談を行うスペースとなっております。はいはい、なるほど。じゃあもう本当に塾に初めて来た方は板子に通して、そうですね、話を伺える形ですね。はい、ちょっと気になるものが一個あるんですけど、はい、ここになんかあるんですけど、これあれですよね、武田塾の指導報告書のサンプルですか？そうですね、はい、はい、でこれを面談に来た人に見ていただいている。そうですね、はい、実際指導を受けている生徒たちがどのような、はい、サービスを受けているのかというのを、はい、ぜひ実感していただければなと思っております。まあ、1週間の宿題が日単位で1冊ずつ出てくるっていう、はい、なんか結構どんな感想を言われます？これ見せると武田塾のイメージとして管理されるっていうことは皆さんご存知な方多くなってきたんですけれども、1日単位でここまで決めるのっていうのはかなり大きなリアクションされる方が多いです。ぜひですね、校舎にいらっしゃった方はですね、これちらも一回見ていただければと思いますね。はい、ありがとうございます。それでは、長野校舎長、最後に一言よろしくお願いいたします。はい、志望校合格を目指す皆さん、武田塾日本橋人形町校では勉強のやり方一から徹底的に叩き込みます。一緒に頑張りましょう。お待ちしてます。